早間が中に入っていく、またマイナスのボールになった。さあここはどうする。小塚は一旦落ち着かせて下げました。岩田から松本でもう一度使って、岩田マイナスのボール、やーす、藤本らしいゴールで追加点、大分取りにいた。いやこれ難しいシュートですよ。これもね右サイドからですけどね、長いランニングからこれヒールですよね。おしゃれなシュート決めましたね。これ藤本らしいシュートでもありますよね。まあ本当角度がないんでね、あのシュートしかこうゴール方向に向かうことができないんで、ただこれはいくらもね多分読めなかったと思いますね。ただ増田さん、一つ気になるのは、うん、横浜 F マリノスの大分の右サイドの対応ですよね。そうですね、松本麗、岩田と